FCI ニュースキャッチをご覧の皆様、おはようございます。寺島しのぶです。英会話の無料体験を受けに来たんですけど。あ、はい。日本に先駆けアメリカで公開中の寺島しのぶさん主演最新作オー・ルーシー。今回は海外で軒並み評価の高いこの日米合作映画をロサンゼルスでインタビューに答えてくれた寺島さんのお話とともにご紹介します。頑張れとは思ってました。演じながら節子頑張れっていう。寺島さん演じる節子は職場でも私生活でも満たされない日々を黙々とこなすだけの孤独な独身 OL。 ある日姪の美香に頼まれて怪しげな英会話教室で体験レッスンを受けた節子の心にある変化が生まれます。Okay, when you're in my class from now on, you are known as Lucy. No more Setsuko. Lucy. Got it? 渡された金髪のカツラや英語講師ジョンの優しいハグにまんざらでもない節子。意気揚々と次のレッスンに向かいますが、そこでジョンが教室を辞めたことを告げられます。姪のミカと一緒にアメリカに帰ったことを知った節子はジョンを追ってカリフォルニアに行く決心をするのでした。もう一つあるんだけど、私ロサンゼルス行ってきます。一人で？どんな時に誰と出会うか、そしてそれが大きく人を変えていくっていう、そこにその道が間違ってたとしても、ちょっとハッピーな道に行こうとしても、それは全てその人の人生であって、っていう話だと思うんですよね。ほら、偶然は必然であるっていうことも監督はよくおっしゃってたので。今回が初の長編となる平柳敦子監督。アメリカで映画制作を学び、卒業制作で作った短編をもとにしたこの作品は、カンヌ映画祭やインディペンデントスピリット賞などでノミネートされるなど高い評価を受け、寺島さん自身もインディペンデントスピリット賞の主演女優賞にノミネートされました。監督とはなんかこうツインズだったんじゃないかなっていう思うぐらい気があって、彼女の要求してることが全て分かったし、彼女も言葉は少ないけれども私のやったことに対してとても満足してくれていたと思うので。一緒にアメリカに行くことになるものの、節子とは確執がある姉の綾子を演じるのは南果歩。英会話の生徒仲間には役所広司が脇を固めます。そして節子の心に変化をもたらすジョンを演じるのは、以前出ていたハリウッド大作とは一味違った映画やドラマで姿を見るようになったジョシュ・ハートネット。 I love this man. It's exactly what Mika said. 節子が生きた。で、その登場人物がそれぞれその映画の中で旅したものを、ヒューマンドラマをこううまいこと監督が切り取って面白くもあり、もそれは喜劇としてではなく、喜劇は時として悲劇になるっていう、その喜劇と悲劇の裏返しみたいな、そういう部分もとてもよく描かれてる映画だと思ってます。いろんな監督のここを切り取るっていう要素がいっぱい入ってると思うんですよね。だからこれがザッツジャパンではないと思うんですよ。そう思ってもらっては困るんだけど、でもその平井内監督のオリジナルの切り口というか、そこを楽しんでいただけたらいいなと思います。偶然の出会いや出来事が必然となってお互いに影響を与えていく様子が、日本とアメリカを舞台に時にユーモラスに時に悲劇的に描かれるこの映画、アメリカでも順次公開されています。 It's hard.